CP プラス2017、ソニーブースへやってまいりました、ここではまだ、インタビューさせていただくんですけども、CP プラスの前にレンズが3本発表になりましたけれども、その中でもやっぱ気になるのは FE の、100mm の STF レンズ、かなりマニアックなレンズですけども、まずこのレンズの魅力というか、どういうレンズなのか特徴を教えていただけますでしょうか。はい、わかりました。 100mm の STF のレンズは、弊社のプレミアムレンズシリーズ、フジマスターが結構になります。フジマスターとするのですね、非常に高解像な特徴を持っているのはもちろんですけども、 STF レンズの場合はですね、プロフェッショナルな受け利用者が特徴の交換商品になります。今回ですね、アコダイ対象工程の方を紹介しておりまして、ヒットメーカーで紹介するので、非常になだらかな感覚が非常に面白いので、カメラとかの他の方から非常に注目をしていただきたいと思います。今回のレンズも A マウントと一緒でオートフォーカスもつかない。今回はですね、ダイレクトドライブセンサーを搭載しておりまして、照明相対映像を始めて、フォーカスを両方に使っておりまして、非常に快適にかなり使いやすくなった STF レンズということで、はい、これはちょっと、花を撮ったり、人物を撮ったりする方にはすごい、もってこいのレンズなんですけど、はい、です、まあ、そのポートレートといえば、もう一個、FE の8オートコミット 1.8 という、まあ、お手頃なお値段でのレンズを作ってきましたけれども、このレンズはどんな感じでしょうか。はい、こちらはですね、これから本格的にポートレート撮影を始めたいと思っています。全てのレンズを使います。こちらは小型機能ですね、アルファ Z シリーズの。はい、非常に高くですね、小型にもかかわらずですね、非常に明るい大光景のまた、フォーカスホールドボタンに対応しておりまして、カメラ側の機能で非常に人見えるものをですね、こちらに割り当てているので、ポートレート撮影を快適に以上、ソニーブースでお届けいたしました。どうもありがとうございました。